Hey! Good morning! おはようございます今日もあなたにバイブルからの言葉をこのモーニングに送りたいと思います。列王記第一からの箇所でございます。王は言った、私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。なんという確信に満ちた言葉でしょうか。 いろんな連中がこのダビデ王の息子ソロモンを王と任命していくのに反対しアドニアというその存在を王としようとしたところで預言者ナタンが「大丈夫なんですかこれでいいんですか?」と。 とわれた時にダビデがバテシバを自分の前に使わすようにとそしてバテシバの前でまたヨナタンに王は息子のソロモンが後継ぎとしてなっていくということを伝えた有名な箇所でございますまあ信仰そして信念を 継続していくその自分の息子ソロモンは知恵と知識に満ち溢れた存在としてダビデが築こうとした神殿を築き上げて完成させる人となりました神様は今の時代も自分につながる弟子を通して この素晴らしい福音を全世界に広めていくビジョンを持っておられる方です。あなた方は地の塩です。塩が塩気をなくしたら何の役に立つでしょうか。また、あなたは世の光です。明かりをつけてマスの下に置くものはいません。食材の上に置きます。そうすれば全ての暗闇の人に明かりを灯すことができるからですと。神様はあなたを用いて この素晴らしい神の栄光を表すものとしてその信仰を受け継げさせてくださる方です。ぜひこの福音の灯を持って今日も胸を張って進んでいきましょう。Have a good day!